やっていきます。2038年11月9日お、来ました、カーラ。体調良くなったかな。街中を探し待っているみたいなの。うわうわうわ、おうおうおう、シェッ、おう、シェッ、ピリピリしているの。アンドロイドガリアン、デトロイ。いや、違う違う、心配ないわよ。もうすぐ着くわ。これが俺が知ってるデトロイトだ。怖っ。ゲームの中で一番バドンカドンク持ってる女性、こちらのローズさん、ほんと素敵なね。 That thing was big。 あ、使う。気まずくなったんかな。曲流し始めた。 Next channel 試そう。国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。現在病院や学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。大問題起きてる。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわ。空気読んでくださってどうもありがとうございます。Word。システムいいな、車の。Yeah. 自動で。Yeah, it's like Japanese Shinkansen style. ああ、確かに。けど。どこ？なんか、せっかくああいうとこから出てきたのにさ、車で止まって、また同じようなとこ。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。あ、そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。いやいや、国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど。いや、優しい。私にしてねえ。弟がオンタリオにいるわ。住所をあげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。今アメリカのドルやん、うん、カナダで使えねえよ。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。使えるやん。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。マジで向こうに着いたら連絡をちょうだい。ほんまに恩返ししや。気をつけてね。頼んだわよ。さあ行こう。グズグズしてられないぞ。はい。バスに乗り遅れる。ついにカーラのところとマーカスのところがつながったぞ。ちょっとビルもう一回見て。これ？もうちょい。ああ、left。right there。その壁。あ。その電話番号ちょっと見て。これ電話番号？うん、いやいや、ちょっと見せて。ああ、うん、壁。上。right there。あ、やっぱそうだ。555。アメリカって偽物の番号、ドラマとか何でも番号をやるときはスタート絶対555。へえ。いや、555存在しねえから。そうなんや。うん、何のドラマとか見たら絶対555スタート、電話番号は。じゃあラップでさ、なんか。555。お前どこ出身？555。それ大阪ファイ、いや、555存在しねえ場所やん。私は06大阪やから。あ、ちょっともう一つ欲しいな。06。いや、ないわ。ないないない。ああ。06。ちょっとなんか足りねえな。俺は480602フィニックス AZ ハラチュボーイ。あう、あう。072。茨城市。茨城市072? 072 OK, OK 何やったっけ？レペゼンや。そうや。Represent? Represent Yeah Represent 072
どこに向かうって貨物船ほんまそのまま向かうだけでいいの。うわ、ちなみにさ、さっきのやつの話で申し訳ないけどさ、あの帽子かぶった骸骨やったやんか、うん、メキシコ？メキシコ料理。メキシコ。これは6 to nuts。Get your nut off。わお、めっちゃ下ネタやん。何？教えて。あ、行っちゃった。あの行きたいかの。Yeah。あれ？え、好き？え、これ062デトロイト？ちょっと待って、てかえ。でもこいつね、覚えた？覚えてる？何やったか。まあな、そうやねんけど。まあかっこいいけど、覚え、remember。生首を落としたよ、あいつは。もう、あの、アイ、ラバーの目の前で。目の前で落とした。見た。最悪やったけど、でもいつもスーツやったようなやつが、こういう私服できたら、やっぱキュッとくんねん。OK、OK。はい、シンボル確認。これやったな。うわ、覚えてるわ。マーカスでやったんや。フェンスの裏側にあの人まだおるかな。おじいちゃん今おったら亡くなってはるわ。Yes。 あ、え、なんかめちゃくちゃ混ざってるぞ。おお、初めてだ。うん、映画じゃねえから、まあ、ゲームしろよ。ちょっとびっくりしたよ。ジェリコこんな大きい船やったんやな。なんかおでもマーカスの時飛び降りた場所見えたよ今。あったあった。ちゃんと入ったらこうやって入れんねや。すごいいっぱいいるやん。めっちゃ進んでんじゃんこの基地。基地、おう。暖かい場所を見つけないと。ずっとそれ暖かい場所知ってんで、あそこに暖炉あんの。あれはあの目黒いさプロフェットの女の子で、お、冷やったよ。アリスコ氷。ちょっと甘やかしすぎやな。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。そうやな、熱の時ってそうやねん。Sorry。 ごめんごめん。立ち上げちょっとなんか人間用の薬。この子お願い、マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいことがある。告白？アリスのことだ。あ、これさ、前も言ってたよ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。あかんで。頼んだわよ。話したいことがあるって言われたときはその時話さないと。全員集まったんじゃん。おー、スナップ。私どうする、どうする。私気づかれないように気をつけるってどういうこと？その何に？コナーね、ってこと？今誰として、そうやねん、 どっちだった？今コナーとして気づかれないか、アリスとして。多分コナーとして人間が逃げちゃうよこいつ。警察、警察っていうのがバレないように。オッケー。バレねえだろ。どうやってバレちゃうの？ねえ、そういう気づかれないように気をつけろ。怖すぎる。あ、マーカスおった。暴力を振るう可能性がある。違うか。誰にも危害を。外が台風ですごい。加えてないだろ。全部今怖い。皆殺しにしたんだぞ。あれじゃ虐殺だ。広場はアンドロイドだらけで、到着
気づかれないようにっていうのがちょっとどういうこと。迷子なのね。Uh-oh. 何かを探している。やばい。 Oh shit. やばい。探しているのは自分自身。どうしたどうした、バレた。 I'll switch it. Okay, okay. ちょっと気持ちが追いつかないんですけど、マーカスどこ。なんかちょっと暗ぶり見えてきた。ちょっとアメリカ軍は北極圏からの撤退を余儀なくされ、ロシア軍に了解を明け渡しました。何やろお前。リーダーみたいな。ロシア軍も同様に撤退したとのことです。ロシア政府は自国を守っていますが、ロシア軍もまた自国のアンドロイドで同様の問題に直面している可能性が浮上しすみません。また国連議長のリーダーの孤独や。普通これ見えないところでやるやつだもんな、それ。あなたがマーカス。丸見え。みんな気遣って入ってこへんだけ。女の子とアンドロイドと3人で国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてた奴がいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから。お、後で届けさせるよ。ありがとう。大丈夫？本当に大丈夫？女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。子供やで。絆、人種は関係ない。シークレット。あ、答えよ、これは。お互いに必要としてる。ただそれだけのこと。そう。え、ちょっと冷たくね。いや大丈夫、今の日本語、うん、めちゃくちゃ冷たく聞こえた今。嘘、今のはその間違えた。今のはそのマーカスがなんでそんな人間守んねんって言ったから、うん、その絆があるから。あー、オッケー。そのお互いにアリスとカーラは必要とし合ってるから、大事にしてるだけ、守りたいだけ。あー、オッケー。そうそう。現在すべてのアンドロイドをどこ行ったらいいの、または弊社に直ちに連行するよう当局から指示が出ています。身の危険を感じる方は表示されている番号に電話をかければ、当局が。ちょっと待って、コナーどこ行った。いかなる状況においてもあんまコナーの近くに置きたくないけど、あれハーラを。いえいえいえ、しないと。誰にも黙って仲間が殺されるのを見てるつもりか。どっかの、あったあった、どっかのコーナーだったよな。ややこしいな。あの人じゃないよ。アリス、どうした。は、え、お前アンドロイドやったん。あ、え、どういうこと。気づいていたんだろう。でも気づかないふりをした。あの子は母親を、お前は愛する者を欲した。お互いにな。でもそれでいいんだよ。あの子がアンドロイドだと知って愛情を失った。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分を忘れ、相手の望む存在になったんだ。ダメな商品。それが生きるってことなのかもな。うせやん。文句言うだけのベイビーロボット。マジで。寒い。寒い。寒い。まあいいけど
さ、やだ、アンドロイドファミリーやん、隠しててごめんみたいになってるやん、なんかいや別に隠してたわけちゃうよな。え、自分は知ってたの？どう、え、だからみんなは自分のことをアンドロイドっていう認識をいつもしているのか、なんかもうわからんくなってきた。ああ何を持って話せないの？その後ちょっとさ、アリス喋り始めないの、ほら落ち込み切ってるほらこっち見てよ、ママだよ、反抗期、反抗期、え、なんつった今反抗期って子供に言うか、反抗期や、あえ、じゃない、あえ、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、俺が日本で同じすること、それ俺何回もそれやったことある、日本で同じ格好で同じ方向見てさえでも似てるよな、見すぎ悪いわ、ごめんごめん、話すわ、ごめんね、違うまあ違う子のとこ行ってた本当ダメだな親としてごめんね、はい、席外すのね、カーラ、ねえどうしたの、抱きしめる、え、ごめん、あの突き放すもあるけど抱きしめるな、突き放すってこれ、そう、ね、カーラ、ひどすぎやろ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ、家族になった、うん、なんかちょっともう一つのオプション欲しかったよ、どっかの中でちょっと見てみたかったよ、yeah. 見てみたかったけどね、そう、But yeah, これがいい、これした時ルースはどんな目で見たんやろな付き合わせたらちょっと違う、ほんでコナーはマーカスか、先にちょっと、おお、ダイアン、めっちゃいい、めっちゃいい、ダイアンな、yeah. ブルーブラッドと部品が足りないんだ、またみんなシャットダウンしていくのになすすべもない、倉庫行く、国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ、俺たちのせいだ、おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに、決意、俺たちは生きていると伝えただけだ、ごめんね、奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ、うん、これから漢字の勉強も頑張る一緒にゲームできる、自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろ、ひらがなとかじゃなくて漢字だらけよ、怒り、敵意、後悔、後悔はない、あ、後悔ない、私もそれ、俺たちを奴隷にしてたんだぞ、立ち上がって何が悪い、拉致が開かないな、やば、そうね、今はこれからどうするか決めないと、どうする、マーカス、どうする、対立する、対話する、隠れる、隠れる、隠れる以外その日本語わかんない、敵になるかちゃんと話すか、人間とかうん、そうそうそう、あもうこれはしっかりやった、あ、いや敵になろう、一回チャンスあげたじゃん、確かにな、話すチャンス、でもあっちが打ったから、よ、ここはもう戦うしかねえ、対立します、 Hell yeah, baby、 立ち向かう以外方法はない、ウノース、ちょっと冗談だろ、ありったけの武器を集めろ、殴りたがりやから、デトロイトを解放する、戦争、イエス、マーカス、血じゃ自由は変えないんだぞ、それは確かにやねんけど、甘いこと言ってられない時もあんねんな、ほんとノースやべえな、このノースちょっとマジでいいわ、あ、怒ってる、悲しい、やりきれない思い、やりきれない思い、カニ自由を夢見た、一緒な感じほぼほぼ一緒、その結果がこれだっていうのか、私たちを止めることはできない、あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ、私にもね、本
と。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。ちょっと。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。これこれ思いとどまらせて。うん。起爆装置を受け取ったの。爆弾か。え、マーカス、負けるわけにはいかない。ちょっとノース行き過ぎや。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。受け取る？拒否する？いや、もらおう。受け取ります。ノース持ってる方が危ねえや。確かに使わずに済めばいいな。確かにそれはそうや。あいつ絶対押すもん。明日何が起ころうと。もう、ウープス、プス、プス。これだけは知っておいて。何？あなたに会えてよかった。うぅ。あれさ、接続してたら最後愛し合ってたかも。なんであの時俺は接続しなかったんだ。そうだ。よくやりましたコナー。ジェリコの場所を特定し指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。生きたままね。やばい。え、もしかして今からマーカスとの戦い。ちょっと嘘やん。マーカスを止める。生け捕るように言われているが。オーイエー。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。説得する盾つか。思いとどまらせ、脅す。あ、いやいや、早すぎる日本語今の。思いとどまらせ。俺を撃ったところで何も変わりはしないぞ。俺の代わりが現れるだけだ。アンドロイドが目覚めた今、もう誰にも止めることはできない。威嚇する、命令する、オーダーする。命令。はい。僕と一緒に来るんだ。説得する、訴える、コーナー。コーナー。コーナー。お前はコーナーだろ。なんで知ってるの。噂の変異体ハンターが。あ、ちょっとなんか。ま、おめでとうコーナー。マーカス怖い。探し物が見つかったみたいだな。説得する、訴える、正義。あ、いや、説得、それ。説得ね。人間にとってお前は、あ、そう。都合のいい便利な道具でしかない。でもそれは違う。アンドロイド側の今説得や。それ以上の価値があるんだ。コナーは今人間になっていってるから。近づくな、警告で撃つ。黙れ、何も言わない。黙れ。そこまでだ。疑念、あ、心を揺さぶる。こんなことする必要ないだ。二人の会話むずいな、これ。全部自分でやってるの面白い。もう従わなくたっていいんだよ。自分が何者かは自分自身で決められるんだ。自由になりたいだろう。なりたい。問いかける仲間。ダウトを植える。あ、You can choose。 一度も疑問に思ったことはないのか。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何かを。うわ、すごい説得されてってる。感じたことがあるだろう。さあ決めるんだ。兵隊になる機械のままでいる。おう、ごめん、だって人間やもん、コナーはもう。あ、戦う？う、そう、というか。いいよ、お、これもバイオレンス嫌いじゃない。うわぁ、ついにコナーが目覚める。僕は変異体だ。アマンダ・ベトレイ。じきにジェリコは攻撃される。教えた。今すぐ逃げるんだ。くそ、やばい。あ、そ、あ、そっちのボタンを押したんだ。そう、そっち。
どうなってるんだ。早く逃げないと。なんでわかったんや。機械がバリデカドローン。あーそういう時に来るか。オプストロン。うわ来たよ。いつも嫌いわ。足かけんな。せいぜい逃げ惑うがいい。あ急げカラ来るぞ。あやばい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 。あそこの通路へついてこい。絶対ルーサーついていこう。あやばいやばい。Luther! やつらに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺されちゃうわ。助けて警告、ジョシュ、ヘリー、ジェリコを爆破する。ジェリコを爆発しよう。すっごいやば。ジェリコを爆破する。すっごい。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに、爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろ、博士。奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ。後で合流する。めっちゃリーダー。すぐに行くよ。Oh man, North, ちょっと。これだね。Yeah. 仲間どころじゃなくなってる。行くぞ。あ、大丈夫？お姉さん。これでジェリコともお別れね。今までありがとうございました。みんなを救ってマーカス。ブルージュースなくなったな。お前はほんとショックです。あ、やべえ。目標と敵を発見する命令を聞いて直すので逃がすんじゃないの。でもやばい、私に何が問題を起こす奴がいたら了解しました。もう手遅れだ。俺をほっとけ。やだ、ちょっと待って。置いてかなきゃいけないよ。でしょカラ、置いてかないよね。置いていこう、置いてかない、置いていこう、置いてかない。じゃあアリスを守る。行くんだ。そうやな。何してるの、殺されちゃうよ。そうするって。アリス、大人になったらわかる。あー、ルーサー。おー、アリス、元気つける、急ぐ。いやもう無理やり、Let's go。 アリス、急いで逃げないと殺されるのよ。元気つけてる場合じゃないもんな。やばい、開ける、開けない、開ける、開けない。オッケー。私が頑張ればいいやったら頑張る。おお、ナイス。任せろ。戦ってきたんやぞ、ここまで私は。オッケー。撃て、撃て。ナイス。お、ヘッドショット。大丈夫か。ドア閉めようか、お前。せやな。ほんませやな。もう行かないと。あ、寒いんだね、アレス。銃持った？なんで持っていかへんの？おい、あっちにもいたぞ。お、ジーザス。何今の何今の、すっごいマーカスの。殺さないでくれ。
ギオンどういう忍者わかんない阻止する阻止しないこいつ助けてあげる助けよオッケーやめろ、oh, yeah. うわっ忍者戦える間違えて間違えてないゲンストあれしょあれしょ何助かった逃げるしまして急げほんまそう自分で頑張ってどう間違えた動かなくなった動作がここガンマ隊以上タイガー何するおー上上行こうか動くな、うんあ、まあ、よかったね、下行きたかったら上行っちゃったおい、動くなあ、助けてあげるわ、これあ、もう一回助けよう動き方面白いおお頭使うねリーダーって感じマーカスだヒーローやもん、こいつマジみんなのところマーカスいや、ダサいダサい、ユキ面白いくせえな、とりあえず下降りなんかあとは同じとこかあ、やばい助けよもちろんよ2対1だ、いける私は強くなったマグス、頑張れよおお、ナイスナイスナイス急げ、こっちだ。ノースを探せ、すぐに行く。かっこいい。出口よ。あれ、助かったのよ、アリス。めっちゃ走れ。動くな。動かない。死んだふりする、逃げる、サランダー。死んだふり。伏せて。いける。一番アリスを守る動かない動かない殺さないでくれ何も怖い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 やめてまばたきすんなよ向こう行ってよし引き上げるぞはっ我慢我慢立ち上がる？もうちょっと立ち上がるか。いや行こう。死んだふり作戦大成功。じゃあ。ほら行きましょう。あっぶね。タイミングちょうどよかったな。みんな撃たれたから。女優やな最後の夢は。ああ爆破かこいつは。どうする？ほら、さっさと行くんだ。急に戦いが始まるねや。スウィー、なんかジェイソン・ボーン。あ、これ難しい。あ、やめて。ナイス。オー、ジャン、ヘッドショット。怖い。あれみたい。ストレッチャーシンです。あ、いや、似てんな。あっ。任せ。時期に爆弾が爆発する。逃げるぞ。いや、ごめん。黒人だけど、そんなに足速くないでしょ。誰が？マーカス。マーカス？黒人だ。まあ、ライトモカ系のロボットだけど。あ、嘘！待って、これはちょっと待って、どうする？ My babe 私は助けるよ、ごめん。ノース助けよう。絶対助けるよ。かっこよ。 OK マジかよ。ほんでノースも戦えるからさ。あ、かっこいい。あっちだ！走れ！走られへんやん。え？オッケー、コナー。
っと待って、これは感動やぞ。絶対成功させてあげたい。おお、かっこいい。 Yo, what? 一応ほら、警察のモデルやからな。こいつすぐ飛ぶ。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に告ぐ。全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。逃げたよ全員。まあルーサーすぐ忘れんなお前。あ、ごめんごめんごめん。ルーサーごめんごめん。せやった。ほら、あの初期面じゃないからルーサーはさ、なんか2期生やん。初期面推しやから。全員絡んだぞ。終わりが近づいてそうです。